スリップウェアを用いたマグカップスローン、スリップトレールド、フェザードディッシュ、ジョーン・ホーチャン作スリップウェアとはヨーロッパなど世界各地で見られた古い時代の陶器の一種。器の表面をスリップと呼ばれる、泥晶状の化粧土で装飾する方法が特徴。近年でも陶芸家によって作品が作られている。まず先日のスリップを準備し、生乾きの鉢や皿の前面に、 地色となるスリップをかける。さらにこの上にスポイトから細く垂らしたり、筆で描いたり、さらにこれを櫛状の道具で引っかいたりして、文様を描く。この後場合によっては型に押し当てて成形し、釜に入れて焼く。完成後、スリップを垂らした部分は盛り上がって、素地とは違う色の文様が浮かび上がることになる。スリップは白い粘土や、 鉱石の調合で作られ、化粧土とも呼ばれる。器がスリップで均一に化粧をかけされる場合もあるが、これは粗い素地を色の淡いスリップでカバーし、滑らかで美しい表面に仕上げるためや、スリップを部分的に削って素地の色を出し模様にするためである。ヨーロッパなどで建築の壁の装飾に使われたズグラフィートという手法は陶芸でも使われており、表面が 生乾きの間に着色したスリップの層を線で引っかいて下側の異なる色のスリップの層や素地となる塔の色を露出させて模様を描く。スリップは塔の上に色を一層または数層に重ねて絵を描く手法としても使われる。このうちスポイトから垂らす手法は日本の作塔における筒描きと同じ手法でありスリップを垂らしては流すことを繰り返して やばね文様を作ることもできる。また近年ではスリップを塗ってから一度素焼きを行い、その上に釉薬や異なる色のスリップを流したりした後に本焦制する。古来の一度だけ焦制を行う方法では、温度は1、摂氏00度前後なのに対し、現在では本焦制を約1、摂氏300度で行っている。14世紀前半のイランで製作された、 スルタナバード陶器多くの戦士時代や産業革命前の時代の文化でスリップウェアが作成されている。最古のものは紀元前5000年の古代、中国や古代中東で作られたと考えられている。その後、アフリカの多くの地域、南北アメリカ大陸の先住民の間や初期の朝鮮半島、ミケーネ文明、古代ギリシアの陶芸、イスラームの陶芸、 そして17世紀から18世紀までのイギリスなどで重厚な陶器が作成され、鍋や皿を兼ねて使われていた。比較的進んだスリップウェア、例えばイギリスでのスリップウェアは釉薬と組み合わせて使われていた。こうしたスリップウェアは進んだ陶磁器技法の普及や産業革命による大量生産品の普及とともに廃れた。 しかし20世紀になって見直されこの技法を使う陶芸家やメーカーも多くある。そのうちバーナード・リーチや富本・健吉は1913年に東京のマルゼンで購入したチャールズ・ロマックスの古風な英国陶器という本の中で初めてスリップウェアの存在を知った。リーチと浜田・正治は1920年にイギリスに渡りセント・アイブスの彼らの釜の近くで スリップウェアの破片を見つけるとともに現存するスリップウェアを収集し、1924年に浜田が日本に持ち帰った。龍宗義や河合勘次郎もこれを目にし、彼らの作刀や民芸運動に強い影響を与えた。その後、藤名の船木道忠が独自のスリップウェアに取り組み、その息子、船木健次、倉敷の竹内誠次郎らも引き続き独自の スリップウェアに取り組んだ。後年、丹波の柴田正明によって、イギリスのスリップウェア技法が明らかにされ、芸術新調2004年の紙面において技法公開がなされた。ありがとうございます。